俺はお前今後どうしとして活躍。そんなこと言って一度だってお金持ってきたことないじゃない。何を。この役立たず。待ったよ。手伝いいんだろ手伝い。なんで畑仕事くれ。ふっ。尊敬なりゃてめえの働き分ぐらいは朝飯前なんだよ。 どうした？ この土じゃ作物は育たねえよ。よくここまで頑張ったもんだぜ。紐じければ山に入れ。山菜木の実取り方教えてやっからよ。お前山の者か。まあな。なあお前は何で。あ、そいつは返しとくぜ。 来たかもしらねえが勝手にこんなところに住みつけやって。やる。なあこっちもあんまり手荒なことはしたくねえんだ。辰之助はどこにいる。知らないよ。何知ってたってお前らなんかに教えるもんか。めった石井の言い方。 いつも辰之助のいない時にばかり来やがって。この卑怯者。なんだぞ。帰れ。このガキ。どけ。 おめえ、その技どうした？なんでもないよ。弥生に何しやがった！ もろいものでしょう。人間なんてもう少し本気になれば簡単に殺せますよ。 あなたは選ばれた人間です。鬼門衆に入って思う存分力を使うべきです。それとも
一生役人に追いかけ回されて暮らしますか。けど弥生が。だったらなおさらじゃないですか。どうした？すまねえ。やっぱりあの弾渡してもらわなきゃならなくなった。あ？頼む、おとなしく渡してくれ。俺はお前を傷つけたかねえ。何言ってんだお前。頼む。断る。やっぱりダメか。どうしたってんだ一体。俺は鬼門衆に入るんだ。なんだと。おお前、鬼門衆ってのがどんな奴らか知ってんのか。お前は知ってんのかよ。盗み一つ満足にできねえおめえが鬼門衆になんぞ入れるわけねえだろうが。どうした、いざとなったら手が縮こまっちまったんじゃねえか。まったく、ガキ一人始末できないとはな。こんな役立たず。俺は役立たずなんかじゃ。役立たずだけど、それでいいじゃねえか。役立たず。もういい、お前ら二人とも死ねえ。ったく、やっと追いついてみりゃこのざまだ。なんだこいつは。ああ、鬼門衆に入り損ねた役立たずだ。お、ズデ。その剣を離せ。俺様を舐めんじゃねえ。こちらの旦那は刀に操られていたってわけか。おい立てよ、腰が抜けたか。立てよこの役立たず。
立てってんだよ。おい、辰之助、辰之助。面目ね、腹が減りすぎて気が遠くなっちまった。たく紛らしいんだよ、おめえも手伝え。やなこった、俺は金剛童子様だぜ。大飯ぐらいの役立たず。食った分くらいあっという間にやってやるよ。じゃあな。はい、お前は一の子分ってことにしといてやるよ。あれこいつなら預からせてもらったぜ。てめえ、いつの間に。お前盗人には向いてねえな。ちくしょう、返せ、返しやが。